いつもこのチャンネルにアクセスしていただきありがとうございます友好コーチに認定マスターコーチの青山竜です、えー、今回まあ相談がたくさん来ている中で、えー、っとまあ、最近、えー、暗いニュースがまあ多いなという中でですね、えー、と未来に希望をなかなか見出せませんという感じの相談とかですねそういうのも多いんですけどもまさにこのコーチングマインドの使い方ですけれどもこのコーチングを学んで 徹底的に実践してていいけばでですね、えー、と未来を思いっきり変えていくことができるとがるだから外部環境が変わったからあの自分で動き出すのではなくですね自ら積極的に能動的にゴール設定をして、えー、と自ら内側から自分の内面からですねエネルギーを引っ張り出してそしていろ、えー、んなものを変えていきましょうということですね。 まあ最終的にはですね、自分自身思い切り変えていく自分自身の中の眠ってる能力を引き出しそして現実を変えていくというところですけれども、まあ、これど真ん中なんですけどねあまりにもこう暗いニュースばっかりこう追いかけてしまうとですねマインドがどんどん暗くなってしまうので、えー、っと過去思考になりネガティブ思考になってしまうのでもう完全に未来思考になるため、えー、まさにこうやって毎日コーチングの。 えと内容でお届けしてるんですけれども、ぜひですね、毎日聞いてみ、えー、てください <laughs> あの、毎日聞くだけでも結構効果がありますという方も、そういう連絡もたくさんいただいてます、それ嬉しい話として、でこれ、実はあの、そうなんですね、自分自身もコーチング、今日は何を話そうかなとか、えー、ということを考えつつ、常に未来思考で物事を考えてるので、うん、とネガティブに引っ張られることがないようなマインドで話をし,してます。 とということは結論からするとこの音声を聞いている YouTube にアクセスしている皆さんはですね未来志向になってくるんですねですすねのでぜひうまく活用していただきたいなという,ふうに思います。短い10分から10分ぐらいの内容であったとしてもですね1日それを1回アクセスするだけでももしくは過去のやつも同時に聞いていただければ1日23本聞けるのかもしれませんけれどもそういった内容でですね完全に未来志向になっていくことができるんじゃないかなと。いう,ふうに 今実際そういうクライアントさんからの連絡もいただいているのでぜひま活用していただきたいなという,ふうに思いますで、えっと、まずですねあの、未来に希望が持てないと、まあ、そうなるとだんだん暗くなっちゃうんですよねだから現状の外側に全く達成法は分からないんだけれども、えー、やりたいことこ,んなこれが達成したら最高だねっていうゴールをですね、たくさん考えて、えー、そのゴールを設定してみることですね 現状のコンフォートゾーンの外側に設定するところがポイントですから、うん、ところが現状のコンフォートゾーンの外側ってどうやって認識できるんですかっていう問い合わせも実は結構来るんですけれども、えー、まさにこう、ね、とまりちゃ博士が250冊以上本を書かれてる中にもゴール設定の話はたくさん出てきてますけれども、うん、これはもういろんなこうワークがあるので、えー、とぜひそういったものを参考にしながら、 で、現状の外側、だからまあここで仮に短く言うとしたら、達成法が全く分かんないと、今、全く想像もできないと、人に言わなくていいんですけどね、言わない方がいいんですけれども、ゴールは人に言わない方がいいんですけれども、えー、仮に人に言ったとしたら、もうやめとけと、笑われるくらいのね、そのくらい高いゴールという言い方でもいいかもしれません。 でも自分がそれを達成した時のことを想像するととんでもなくワクワクするだったらそれをぜひ、えー、ゴール設定してそちらの方に向かってみるということですね。で、まあ、友内博士も本の中でさんざん書かれてますけれどもあの本当のゴールっていうのはおそらくその先に見えてくるんですね。だから仮ののゴールでで、もいいので えー、まずは、ゴールを設定して、えー、自分自身をこう未来に向ける、未来志向ですね、そのゴール側に向けて進めていくということですね、まあ、ゴール設定をしない限りですね、何も始まらないと思って、えー、いただいて結構だと思います。だコーチング理論を学びました、知識は増えました、でもまだゴール設定をしてませんというのであれば、えー、とそれはですね、全く何も変わらないと思います。知識は増えたけど、全く日常変わりませんと。 体幹も変わりませんってねコーチングの用語は知ってるんですけどもあれはこういうことですよねこれはこういう意味ですよねっていうふうに説明できるけど、えー、ゴールは設定してますかと「いやまだしてません」これではあの全くあの自分のコンフォートゾーンは動かないんですよねだからまずは仮でもいいので現状の外側の高い高いゴールを設定してみるとでその仮でもいいのでそのゴールに向かって えーまあ、例えば臨場感を高める枠アファメーションしてみたりとかあとはセルフトークのコントロールしてみたりとかそういう枠をどんどんやってみるということですね。でゴールを設定することによって現状の外側のゴールが前提ですけど現状の外側にゴールを設定することによって、えー、初めて認識が生まれてくるってことですね。ゴールを設定するることによって認識が生まれる えー、ゴールが先で認識が後なんですね、ゴールが先で方法、達成方法を後から脳がクリエイティブに見つけてくるということを、しっかりとここで再認識していただいて、だから未来はもう、本当に本当に本当の意味で、あのー、無限の可能性があるというふうに確信してい,、えー、いただきたいなという,うに思います、えー。それは年齢も性別も、これまで何をやってきたかも関係なしに、無限の可能性があると。 えー、いうことで、ぜひです、ね、未来を思いっきり切り開いていきましょうということですね。あのニュースを見ると、どうしてもネガティブなニュースが多いんですね、当たり前ですけども、ニュースってなんかネガティブなニュースばっかりですよね。えーまあ、できれば、ですねそれはさらっと全くチェックしないというのも、あれ、あの世の中の動向が分からなくなってしまうという意味では、ニュースはチェックするものの、まあそうですね。 えー、ポジティブなマインドは維持するエフィカシーを高くするで世の中こういう状況になっているのであればなおさら自分自身がこのコーチング理論で、えー、未来志向になりそしてできればより良い影響を周囲の人に与えていくというそういうことをやっていこうということでぜひポジ,ティブポジティブになっていただきたいなというふうに、あのー、思ってます。 で、ぜひゴールからすべてが始まるということですね、現状外側の高い高いゴールというものが、まさにそこからエネルギーが生まれてくるんですよということを、結果としてそれをですね、モチベーションという言い方もするんですよ、我々。我々モチベーションはあの作るものでもないし、上げるものでもないですね、結果としてモチベーションなるものが生まれてくると。それは、 全ては現状とかけ離れた現状の外側の高い高いゴールを設定することによってゴールからそういうエネルギーが溢れてくると。で、結果として気がついたら行動を起こしているとか圧倒的なパフォーマンスを出しているとかですね、そういうことが起きていくんですね。その結果、旗から見たら、うわや,やる気あってすごいっすね、モチベーション高いっすねっていうことになる。ところが、当の本人は当たり前のようにえ普通ですけれどもと。 やって当然なんですけれどもということが起きてくるということですね、まあ、一つ例に挙げるとしたら、あのー、野球選手が毎日、あのー、素振りをしてますとかピッチャーが毎日毎日ってことはないですねピッチャーあのー投げる数が決まってるんでいろいろあると思いますけどそれでも毎日ランニングしてると思いますサッカー選手も必ず毎日ランニングしてボールを蹴ってるはずですでそれを傍から見てさすが努力してますねと言わないですよね えともう現役引退されましたけれども、あの日米でとんでもない数のヒットを打ちまくった一郎選手、もう伝説の選手というふうに言っていいと思うんですけれども、この一郎選手がえと現役中、まあ、今も多分現役後もやってると思うんですけど、体トレーニングして、メンテナンスして、そして毎日素振りを当然ながらずっとしてきてますよね、その素振りを見て、はたから見て、それを努力してるねとは言,言わないですよね。 本人は当たり前だし、やらないと気持ち悪いし、やらないと、やらないってことがありえないってことですよね。なんでやるんですかって質問ももうナンセンスな感じですよね。当然ながら毎日バットを振る。それで3割を超える、あのー、ね、えー、打率で。 深い確率であのヒットをを量産してきて、えーまあ、伝説を作ってきき伝説作ったとということですよね。その裏側にはとんでもない努力がありますではなくてやはり自分自身が掲げてる、えー、ゴール目標があってそこに向かって日々トレーニングするのが当たり前のようにそれをやり続けてそして試合に臨んで。 いろいろやり方、一応選手なりのやり方があるとは思うんですけれども、高い確率でヒットを量産し、えまあ、記録をどんどん塗り替えてきたということです。まあ、それは皆さん知ってると思いますけれども、そういう例を参考にしながら、自分自身がなんか頑張ってるなとか、努力してる、もしくは努力が足りないとかね、頑張りが足りないんだっていうふうな、自分の,その、えー、なんていうんですかねあの、働きかけではなくてですね。 まずは、現状の外側に高いゴールを設定しているかどうか。で、モチベーションなるエネルギー、内なるエネルギーは、ゴール側から出てくるエネルギーですよ、ということで、しっかりと理解して、ぜひ、まずは、あの、ゴールを、仮のゴールでもいいので、えー、設定して、えー、まあ、行動を始めましょうっていうのはおかしいですよね。うん 現状外側にゴールを設定して、で、日々いろんなワークを実践してみるということですね。で、ゴールに向かう行動が自然と起きてくるという自分を見つけたらですね、お、なかなか、あのー、効果出てきたなとか、体感に上がってきただとか。 あとはポジティブなマインドになってきたぞということがもうすでに変化が起きているということを実感することができるとそういう瞬間であるということでぜひどんどんやってみていただきたいなと思いますもちろんもうやっているという方がほとんどだと思うんですけれども万が一ゴールを設定しないとか日々ゴールのことを実は考えることを忘れてましたとかできればぜひ毎日のようにですねゴールを確認しゴールを想起してですねえ少しでも現状が近づいてたら えーとゴールを再設定してさらに高くするということを心がけてみていただければいいんじゃないかなと思います。ということで今日は基本中の基本ゴールはまず設定すること現状の外側にゴールを設定することそしてゴールからエネルギーが湧き出してくるということだから仮でもいいのでゴールをぜひ設定してみてください。えー、今回は以上ですワクワク様ですした